回食べたいなって思って購入しましたが、 1,2 回食べた後冷蔵庫に入れたまんまのものって皆様はありませんか？ジャムもあるんではないでしょうか。こういう時コーヒーとのアレンジを紹介します。まず一つ目はハウスブレンドです。このコーヒーはナッツ、リンゴ、ブルーベリーとの相性がとてもいいです。このアイスコーヒーとして入れたハウスブレンドにリンゴジャムを合わせてみてください。このリンゴの酸味と甘みがより引き立ち、コーヒーとの相性がとてもいいです。2つ目はケニャとママレードの組み合わせです。ママレードのほろ苦味がケニャとすごく相性が良く、ケニャをもっとみずみずしくフルーティな感じで作ってくれます。この他にも冷蔵庫に他のジャムたくさんありますよね。スターバックスではコーヒーそれぞれに合う風味があります。その残ったジャムやものとコーヒーを合わせることで新しい発見が見つかると思います。ぜひこの季節に新しい発見でコーヒーの時間楽しんでみてください。